大倉社長にジャヌマリーの社内を紹介いただきます。よろしくお願いします。どうぞすいません、ちょっとドキなんですよ。すいません。あの、スタッフが、はい、あのずっと働いてるのにスタッフを取るか、はい、あのお客様、めったに来ないお客様を取るかって言ったら、はい、スタッフが楽な方がいいということで、それからドキになりました。私の方が楽だと。そうこれはテキスタイルって言って、こういう繊維 の、はい、あのレースの編み地を作っていくっていう作業をやっています。編み地。そうです。これはあの今年の9月 の、 あのフランスのリヨンである展示会のための仕事ですね。で出していく。でヨーロッパのデパートに下ろすための仕事です。ヨーロッパのデパートに。そうです。でこの人は今売り場を作っていってるんですね。あ、こういう写真で売り場が出てますね。はい、はい、で彼女はだからあのインテリアを、大学のインテリア科を出身して、こういう、はい、インテリアデザイン。そうです。だから向こうでレースを作りつつ、こっちはレースのデザインを作りつつ、レースを展示会に出すリオンの展示会の中のブースを今作っていってるんですね。じゃあここ一連の流れなんですね。そうでチームを組んでやっていってる。人はね、はい、あの給料を例えば1000万で契約するじゃないですか、はい、1000万円分では納得しないですよね。そうですね、うん、1200万分もらった時に、はい、あ、よかったって初めて思ってくれるんですよ。クライアントはですね。クライアントは、はい、もう900万を持ってのほか、1000万でも持ってのほか、はい、1200万ですよ、はい、よかったとお客さんに思わせるかどうかでしょうね。なるほど。だからそういう意味ではサービス産業なんですよ。相手のことを考えて満足させるためには最終的に売れないといけないんですね、はい、そういうことで身を見まででマーケティングを始め、はい、それから売り場を作っていくとかっていうことにこう続けていったんですね。それはやっぱりお客さんの最終的な満足度を、まあやっぱりどれほど高めていくかっていう、その本当にサービス精神に徹したおかげかなと思いますよ、うん、じゃあ実際その業務を拡充していったのはもうお客さんを満足させるためと、お客さんをどうしたら喜んでもらえるかなっていうのを日々考え続ける、それだけだよね。なるほどですね。ジャンヌ・マリーさんの大倉社長のこの事業をされる目的、目的でしょう、はいはい、あの自分の目的、目標実現のためにこの会社をやってるんですね、はい、だから最低限スタッフを路頭に迷わせずに快適な会社の生き方はさせますけど、はいはい、それ以外は私の夢のために会社はあると言っていいと思うんですね。どういった夢なんでしょうか。いや、それはやっぱり自分の好きなデザインを追求するっていうかね。いい仕事をする。いい仕事をするっていう、いい仕事をすることがお客様が喜ばれて、はい、喜ばれた結果は利益につながって還元していってる。だから、はい、最初にお金ありきじゃなくて最初にいい仕事ありきっていうのが最終的には企業を救うのだと思いますよ。それはもう本当企業だけではなく、その個人の生活においても同じようなことが言えるのかもしれませんですね。そのどう思うよ、だから人間はたかたかな短い年代でね、はい、何のために生きるかって言ったら、はい、他を追求して幸せになるために生きる、うんうん、それ本末転倒じゃないって。うん、車は別に私を幸福にはしてくれないし、はい、美味しいご飯も別に私を幸福にはしてくれない、うん、たまに美味しいお酒と、うん、お魚を食べるのは私を幸福にはしてくれるし、うん、でも常々それが必要なわけではないと。常々必要なのは強いその仕事に対する意欲と攻撃心ではないですか。貢献心、攻撃心、攻撃心、はい、仕事に対する意欲と攻撃心、はい、ではないですかね。